こんちゃん。こんにちは。クリスマスということで、はい、プレゼント企画。おお。やっと第2弾。来ましたね。まあ1回目がね、あまりにもしょぼかったんで。今回は奮発します。あ、今回マジですか。はい。クリスマス大放出。まず目玉。はい。まあちょっと目、大きな目玉じゃない。はい。はい、まあまあ普通の目玉。はい。お。一昨年首位打者の。はい。宮崎敏郎、はい、本当にあのこれ対決の時レジェンドマッチのですね、はい、その時にもらった、はい、使ったバット、いやーあのやっと、いや俺がっと、ね、俺がバット持ってたら、はい、ダンさんそれじゃ打てませんよって、はい、これ渡されたんだよ、なるほど、いや試合用に持ってきてたバット、すごい、これ借りていいかって言ったら、はい、あいいですよ、じゃああげますよ、じゃあプレゼント、すごいすごい、それで三振したんですもんね、あのレジェンドマッチ、そうじゃないの、傷つけたくなる、ああなるほど、さすが視聴者目線で、でもここがね微妙にね、はい、宮崎が振ってたスプレーのちょっとべちゃべちゃが残ってる、ああこれすごいですね、そうだこれはすごい、そうでしょ、はい、まずこれを1名の方に、うわーもうこれはすごい、本命は後で取っとくから、でもこれは、はい、まあやっぱり一発目こう引きつけるために、はい、まあ、これを出しました、なるほど、なるほどね、まだまだ、はい、2発目はですね、はい、ソフトバンクが比較するときあるじゃん、はい、その時に着たユニフォーム、これはまあ球場で配ってるやつなんだけどさ、はい、まあ、これも持ってきた、おへー、これ豊さんが着てたんですか、いや着てないよ、ね、俺なんで着るの、ここもね、ここもね、ここもね、おーすごいちゃんとしてる、まあ、ユニフォームはないけど観戦の時にいると思う、あー確かにそうですね、まあ、これを1名だ、はい、おお、これは横浜来ましたね、来ましたスターなんとかっていう、はい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 、スターナイトなんかありますね、スターナイトある、はい、まあそのところに配られるんで、おお、これもちょっと限定らしいんだよ、はいはい、ちょっと無理言って、はい、無理無理言いましたですね、もういただきました、わーすごい、はい、これも1名の方、おおすごい、さあ本命来たよ、ちょっと来ました、これ誰のサインか分かる、え全然の見ないですけど、10番安倍首相ですか、違う違う、安倍晋之助のサイン、うわーすごい、これは素晴らしい、これはすごい、これどうやってゲットしたんですか、豊さんがこれをじゃあくれと、はい、いうことで、すごいっすね、本人に大学の後輩でもあります、これはね公式企業だから、はい、ここに国民があるから、うわーすごい、 MTV のすごい、これは超貴重ですよ、これめちゃくちゃ貴重ですね、これレアです、1名の方に、はい、まあどれがいいかっていうのをちゃんとね書いてね、計4つですね、これもう一回出します、はい、そうですね、並べます、いやいやちょっと待って、はい、え大本命ある、あらまださらにおー来た、これはちょっと、え分かる、おーこれってレジェンドマッチの時なんですか、そう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 、うわーそれもいいんすか、まあ、やっぱり持ってきたよ、うわー応援していただきたい、これは嬉しいっすよ、これはレアですよ、やっぱね1回目がね遠すぎたから、はい、豪華にいかないか、ね、ここでドバッと出ましたよ、これそれでここのこのなんていうの、これなかなかつかないから、あーこれは本物っていう証拠だ、公式ってことですね、公式のすごい、これはすごいっすよ、これだからこの1名の方、うわうわ、木田さんから三振したユニフォームですね、だから汚さないダメ。これ汚れないから、まあこれあの送るときにこのままがいいか、はい、サインを入れてほしいか、ああなるほど、当たった人がね、はいはい、それを書いてくれたら、ね、サインも直筆で書きます、来ました、これはこれは嬉しいっすね、クリスマスだからバーンといかないと、いややっぱ羽振りがいいですよ、すごいっすよこれ、詳しくはですね、はい、概要欄の方に書かれてるので、はい、なるほど、まあ、そこを見てください、はい、それと期限決めます、はい、1月末まで、なるほど、1月いっぱい、ね、1月いっぱいです、はい、ね、締め切ります、はい、これもまあチャンネル登録をね、はい、しっかりしてほしい、そうですね、はい、お願いします、高評価とね、はい、たくさんのね、はい、応募ね、ね、待ってます、はい、お待ちしております。